現状認識について伺ったわけですけども、それを踏まえましてですね、今回の予算の狙いというか、ポイントはどうでしょうか。補正予算の場合はですね、今回大型補正ではなくて、必要最小限の災害対策であったりとか、さらに国債分担金、こういったものを積んでいるわけですけれど、本予算の方、過去最大の97兆5千億ということで、3つの特徴があると思っているんですけれど、1つはですね、経済再生と財政健全化、これを両立しているということがありまして、この5年間、政権交代前と比べるとですね、税収は10兆円増えています。一方で国債の発行額は10兆円減らすという形を取っております。そして2つ目にですね、一億総活躍社会、これに重点的に予算配分をするということでですね、例えば保育士さんであったりとか介護職員のですね、処遇を改善する。保育士さん、今年、また 2% 上げます。これで我々が政権についてですね、10% 改善ということで、月額で3万2000円のアップということになりますし、さらに働きたい女性とか非正規から正規に変わりたい人、こういったものを、今回の予算で応援をしていきたいと。社会保障費、これが32兆5千億ということですから、全体のちょうど3分の1を、占める一番大きな項目でありまして、これにつきましてはですね、社会保障を維持すると、こういう観点から法律化をさせていただきました。民主党さん、小木さんはどうでしょうか。今回の補正予算は税収が 1.7 兆円見積もりから減じてしまったということにも分かるように、アベノミクスが限界を露呈してきている。赤字国債を追加発行するのはリーマンショック以来ですから、それぐらい大きな経済失勢に至っているということだと思います。本予算に関して言うと、先ほど申しました国民の皆さんの将来を不安を払拭するような内容には全くなってないというふうに思います。例えば保育士さんの処遇の改善言われましたけども、年間税務上6000円ですね、私たちは年間1人当たり5万円、保育士さんの皆さんの全産業平均と賃金の格差を埋めるべく、5万円の賃金アップ、これは必要じゃないかというふうに思ってますし、例えば教育の無償化ということもありました。これに関して私たちは教育の無償化は大胆に進めるべきと言ってますけども、今回、政府の方から給付型奨学金、2800人、たった2800人ですよ。年間最大4万円、非常に国民生活には不足していると私は思っています。小見俊さん、はい、アベノミクス限界を露呈しているんじゃないかという意見があります。今回の第三次補正はですね、最終的にその年の税収で帳尻合わせなくちゃなりませんので、どうしてもやらなきゃいけなかったんですが、災害対策もありますし、国債分担金と、こういうことでございました。それで新年度予算がですね、やっぱり経済再生、成長戦略、働き方改革ですね、またちょっと大内さんからですね、給付型奨学金小さいじゃないかと、こういうお力もいただきましたけど、しかしこの創設というですね、給付型今までなかったものをやったということです。私はね、これから小さく産んで大きく育てていくと。ですから29年度は2800人ですけども、30年度は2万人なんですね。ですからこれは私たちはもっともっと大きくしていくということは考えていかなきゃいけないというふうに思ってますので、未来に対する投資と、ですまた保育士、介護士の処遇改善もですね、2% ということでありますけれども、やはり7年以上の方、3年以上の方、それぞれキャリアパスとして4万円、5000円、上積みすることになっておりますので、それをですね、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。それで5万円を大口さんはね、やると言ってましたけど、結局やめたかったんですよ、自分たちに。ですから我々がいろいろ頑張ってきますから、今回。長官と加瀬さん。はい。先ほど大口さんからもらったんですが、税収の問題でいうと、補正でですね、7年ぶりに1兆7000億円の国債発行するということをせざるを得なくなったんです、追加発行ですね。やはりそれは円高で、この税収が落ち込んで、歳入不足になったからで、まさにこのアベノミクスの果実がひっくり返るという事態だと思います。で、新年度予算の方を見ますとですね、税収は昨年度の当初と比べると所得税で300億円、それから消費税で500億円も減収を最初から見込んでいるわけですよね。政府自身は所得も消費も増えないということを分かってて、そして込んでいるという予算だと思うんですね。で、4月からは年金支給も減ります。アベノミクスがまさにうまくいってないっていうのを証明しているということが言えると思うんです。で、ところがその一方で軍事費だけは毎年増やして、
市で5年連続で5兆1000億円を超えると。で、オスプレイとか、あるいはステルス型の戦闘機 F-35 とか、あるいは無人機のグローバルホークとか、海外派遣型の装備を増強するということで、本当に補正では1700億円も積んでるわけです、ね。さらに。他方でですね、新年度の予算の社会方針保障を見ますと、高齢化に伴う自然保まで1400億円を削って、後期高齢者の医療保険料、あるいは医療、介護の窓口負担を増やすということで、国民に負担を押し付けようとしています。そういった意味では、こんなやり方はきっぱり中止してですね、社会保障の充実に向かうべきだと強く言いたいと思います。茂木さん、まあ、野党側から厳しいことを受けるわけですけれども、どうでしょう。社会保障費については5000億ですから、一番項目の中でも増えているのは間違いないわけであります。そしてメリハリを効かせるということで、先ほど申し上げたようにですね、保育士さん、介護士さんのですね、処遇改善を図る。この5年間で3万2000円ですから、さらに石川政調会長の方からもあったようにですね、キャリアのある方について4万円アップいたします。そうしますと、全産業の女性のですね、平均とほぼ一緒になるということで、民主党政権時代はですね、給与実際下がってたんですよ、保育士さん。我々きちんと実績